こんにちは、タカラトクトです。さあ、本日は仮想通貨のね、話題を取り上げていきますけれども、リップルの話をしていきますが、リップルがですね、価格1000円になる理由を、解説していきたいと思います。もうこれはリップルは待望のね、価格とも言えるわけなんですけど、まずはね、500円の壁を突破していただきたいなというところもありますけれども、ぜひね、最後まで動画をご覧いただきまして、僕もね、日々勉強しながらという、中になりますからね。これもアウトプットの一つでもありますし、情報、僕が得たものの、シェアというふうになりますので、もうとにかく理由が分かれば、リップルに投資する一つのね、判断材料にもなりますのでね、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、年末がね、近づくにつれて高騰への期待感も高まりますね。もう今動画撮ってるのが10月31日、ちょうどハロウィンのね、当日ですけれども、なんかどっかでちらっと見たんですけど、10月31日、ハロウィンがビットコインの誕生日だというふうに言われているようで、はい、ビットコイン誕生おめでとうございますというね、はい。ちょっとした小ネタですけれどもね。はい。しかし現在の市場はですね、レンジ相場でまだもう一落としされる可能性がありそうですね。昨日もちょっとビットコインが強い売られ方してたりとか、その後また横で、よくわからないせめぎ合いがね続いていたりとか、もう少しねチャートの勉強を今し始めてますけど、面白いですね。はい、こういったものがね、仮想通貨だけじゃなくて FX とか、いろんなものにこう役立てられるようにしっかり頑張っていこうかなと思ってますけどね。はい、そして我らが期待の星、リップル価格がいずれ1000円になる理由という紐解いてみたいと思います。もうこれは僕も勉強しながら、あ、なるほどなと、非常にね、すごい感慨深かった部分と、すごい納得できた、部分もありますのでね、少し説明が拙い部分もあると思いますけれどもね、お願いいたします。さあ、ちなみに、まずリップルのね、発行枚数ですけれども1000億枚なんですね。これはちゃんとリップル の公式ホームページにも書いてあるんですけれども、まずこれは発行上のね、上限ですね。はい、ビットコインとかイーサリアム、様々な仮想通貨に発行枚数の、ね、上限が設けられているわけですが、実はリップルの発行枚数はね、日に日に減少しているということなんですよ。はい、その減少している理由、そのポイントとしてはですね、リップルネットを使用する際にですね、ごく少額の XRP が必要となるらしいですね。で、消費された XRP というのはですね、リップル社の利益にはならずに消滅するそうです。すごくね、これが面白いわけなんですよ。これがあるから、そのリップルがね、1000円になるんですけど、後々、後々ね、説明しますけれども、2018年6月1日の発行枚数ですね、ちなみに。こちらは、99,923,3977XRPとなっています。はい。こんな大きい額ね、なかなか言わないですからね。はい。とにかく、999億枚あると。そして消滅した XRP の枚数はですね、776,623枚ということですね。発行枚数、このね、999億 XRP に対してはですね、発行枚数に対しては少ないように見えるんですけど、金額するとね、5億円の XRP がすでに消滅、取引によって消滅したことになるということで、なんてこったって感じですよね。はい。そして、今後ですね、リップルネットの利用はね、増えていく可能性が高いですよね。実用化に向けて。そして、送金のね、頻度も増えていくということで、そうするともう自然と XRP の枚数が減少していくわけなんですよ。少しずつですけどね。はい。そして比例して、価格が上がっていくと。うん。これはもうなんとなくシンプルに考えて、なるほどなっていう感じですけれども、本当にね、だからこそこの実用化をね、どんどん進めてくれた方が、価格のね、上昇に弾みがつくので、ね、もうぜひ頑張ってくださいという、はい、エールをね、こちら沖縄から届けたいと思います。はい。さあ、それではね、なぜ XRP はね、1000円になるのかというところですけれども、ちょっと僕も自分自身に噛み締めながらね、ちょっとお伝えしていきますね。XRP はですね、送金でね、使用されるように、なって、ある程度大きな金額にね、対応するためには、XRP がね、1000円になる必要があるんですよ。1000円になる必要があります。今の価格ではちょっと厳しいんですね。ちなみに、
今現在ですね、1日に世界中でこう送金されている金額っていくらかわかりますか？ですね、この金額600兆円と言われてるんですよ。すごいお金がね、日々毎日世界でね、こうボン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 送金されている、わけなんですが、言ってみればその600兆円全部を XRP がね、送金を賄えるかというと、そういうわけではないんですよ。XRP も送金に使われますけれども、その他の仮想通貨とか、まあそれぞれ、まあ、SWIFT とかね、いろんな送金方法があるわけなので、XRP が独壇場になるということはまず考えられないんですね。はい。現在ね、市場に出回っていて、私たちが購入できる XRP っていうのは400億枚なんですよね、約。で、残りの600億枚はリップル社が、保有してますね。はい。これは多分皆さんご存知かと思います。こちらの方ですね。じゃあ価格が1000円になったとします。そして、XRP の総数、まあ、約1000億枚ですと10兆円までの送金に対応することが可能ですよね。これ理論上の話です。はい。しかし、10兆円という大きな金額っていうのは一度に送金されることは、ないと思っています。その理由としてはですね、現在市場に、ね、出回っている XRP の量に、かかってるんですけれども、まあ、それが価格1000円になると予測できる根拠になるんですが、この市場に出回っている XRP っていうのはね、すでに僕ですとかね、動画を見ているあなたとか、まあ、世界中のリップラがね、誰かが所有していることになるために、その、XRP っていうのは送金に使用することは、まあ、多分ないですよね。送金で使用することができるのは、リップル社が保有している600億枚になるんですね。僕たち個人投資家がね、持っている XRP は使われないです。リップル社が保有している600億枚が、送金で使用することができるわけなんですね。ということで、ということじゃあ、リップルが1000円になった場合なんですけれども、はい、この1000円かける、この、リップル社が保有している600億枚で、6兆円の送金にね、対応することが、可能になります。一度の送金で6兆円の対応が、できていればですね、リップルがこのね、もう大きなお金を送金することが、できますよね。で、逆に言うと、6兆円の送金に対応できていない状態、例えば今の価格ですよね、現在の50円とかっていう価格だと、もう送金対応がもう難しいというか、もうできない、しょぼいなって言われるわけなんですよね。はい。ですので、まあ、上記でまとめたよう、話したように、このリップルというのは1000円にならなければ、まあ、もしくはしなければですね、本格的な、本当の実用化っていうのは厳しくなってくるわけですね。本当にね、一般、個人投資家の送金であればね、もうわずか4秒足らずで、うん、送れる今の X ラピッドですとか、リップルネットがあるわけですけれども、やはりね、大きな金額を動かすときに、リップル、XRP 自体の価格が1000円、もしくはもうそれ以上になっていなければ、まあ、要は銀行とかね、そういったところから見向きもされなくなってしまうわけなので、それはもう僕たちもね、リップラーとしては、それだけは避けたいわけなので、ここをやっぱり1000円に持っていくぞという動きが進んでいるわけなんですね。そしてそれプラス、このリップルネットでね、取引をされていくに従って、少しずつですが XRP は減少、消滅していくわけなので、価格がね、どんどん価値が上がっていくわけなんですね。まあ、本当にここをまとめてみるとですね、まあ、実際いつ1000円になるかっていうのはまだ誰にもわからないわけなんですけれども、近い将来だと感じています。これは僕は個人的な感想ですね。はい。まあ、長期的に見てもね、XRP の可能性はまだまだこれからですね。やっぱ5000円にもなるという人もいれば、まあ、10年後には1万円になってるだろうというね、人もいるわけですね。はい。そして年末のね、行動劇はやっぱ起こさせられるという、見込みになっていますけれども、まあ、仕込み時期とね、利確の額を決めて、感情や情報に流されないマインドで挑むべしというところですね。もうここは本当に、自分自身で学んでね、いかなければいけない部分ですし、実際に自分で自己投資をしたりとか、まあ、チャートの勉強をしたりですとか、情報を仕入れたりっていうこともあるんですけれども、まあ、今回の場合ですと本当に XRP が1000円にならなければ、本当の実用化にね、耐えきれない状態になるのじゃない、なるんじゃないかなと。そして1000円以上になればなるほど、よりね、XRP の価値というのはね、より認められていくわけですし、もう価格が上がれば上がるほどね、少ない XRP の枚数で大きな金額が動かせるようになりますのでね、そこにメリットを感じる
まあ、大内さんとか、まあ、大手企業もたくさんあるはずですよね。まあ、ということで、ざっくり、ざっくりというかね、僕ももう学びながらアウトプットしている状態ですのでね、はい、説明がね、拙い部分があればね、ご容赦いただければと思います。さあ、それでは仮想通貨投資の機でマインドを確立したい、仮想通貨のための余剰資金を作りたい、ネットビジネスや投資で短期間で月収7桁達成したい、本気で人生を変えたいっていう方はですね、タカラトフトラインアット、アットマーク、小文字の XJQ、数字の9026、小文字の A ですね、アットマークを入れて ID 検索をしてください。はい。今日はハロウィン当日ということでね、もう子供たちも仮装して出かけていきましたけれども、まあ、それぞれね、いろんなことが世の中、ありますけれども、やはり自分自身の未来を変えていくのは自分自身でしかないですしね、家族のため、誰かのためっていうふうに思っていると結局うまくいかなかった時にね、家族のせい、ね、子供のせい、子供のためにやってるのに、そういうふうになりますので、自分自身のために全てを捧げて頑張りましょう。そうするとね、うまくいかなかった時に自分のせいだとなりますからね。それが本当の自己責任マインドなのかなというふうに思いますね。はい。じゃあそれでは、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。